こんばんは、ジミーさん。すいません、こんな格好で失礼します。ご存知かと思いますけども、昨日ですね、名古屋に降りた時にちょっと転んで怪我をしてしまいましてね。で、名古屋の病院で診察と治療を受けて、今は広島で、もう手術の日程を決めるところかなというところでございますけども、今日ね、ジミーさんが動画アップロードしてくださって、本当にね、なんか恐縮というか、感激というかね、なんと言いますかね、本当に嬉しいなと思います。私、やっぱり、憧れをどうしてもね、諦められなくて、ちょっと無理して勇気を出して、トランザムもね、しかもナイト2000仕様ですよ。うん、で、購入してみたんですけど、やっぱりね、ほとんど乗らないですね。ほとんど乗らないんだけども、毎日のように洗車してます。うん、憧れのそのパートナーとかね、ずっと幼い頃からずっと頭の中にあった、妄想のテレビの中の、素晴らしいね、アメリカのトランザムっていう名前まで素晴らしいですね。アメリカ横断みたいな、そのトランザムっていう車が、私の今車庫にずっとあるというところを見るとね、本当に愛おしくって、それを思うだけで毎日ね、ものすごく小さなことも気にならないですし、本当に生きててよかったって思うんですよ。何なんですかね、このやっぱり自分の憧れを手にするっていうののね、素晴らしさっていうのは。で、トランザムを手にしたらもうちょっといけんじゃないかなっていう風な気持ちも出てきたんですよ。確かにアメ車1台維持するのもやっぱり大変です。痛感しました。で、特に83年式とかジミーさんの車体ももっと年式が古いですから、相当根性入れて愛情をすごくね、持っていかないと維持できないと思うんですよ。で、私も負けないようにトランザムとね、アメ車と付き合っていこうかなと思う中で、今度はね、やっぱりジミーさんの動画ずっと見てると、ガレージですよね。僕気づいたんですよ。ジミーさんの動画を見てて、僕もガレージをずっと欲しかったんだってね、秘密基地をずっと欲しいと思って憧れてたんだと思ったんですよ。今まではもう別世界のものだと思いましたし、それこそね、所ジョージさんとか有名な人とかね、ジミーさんみたいな本当にこう素晴らしい方ね、こういう特別な人の持ち物かと思ったんですよね。でも特別な人が持っているだけではなくって、今の時代ね、普通の人のちょっとしたね、工夫でなんとかなるんじゃないかなっていうのとか、あとたった一日でもその夢が実現できるんだったら、きっとね、諦めることはないと思うんですよ。たった一日でも、例えばガレージを持って、やっぱお金もかかりますし、いろんな問題で、土地が借りれなくなったりとか、改装ができなくなったり、そもそも車がまあもう維持できなくなって、車をどうにかした時にガレージだけ残っちゃうみたいなことがあって、でも先のことを考えるとね、本当にいつまでできるんだろうかと思っちゃいますけども、そういうふうなね、ある意味計算高く自分をね、妙に大人になってしまうよりも、もう無茶でいいから、まず今日を楽しむことをやってみようかなと。そして今日を楽しむことができたら、じゃあちょっと欲張って明日ってものにも期待を持っちゃおうかなとかね、そういう風に考えていけばいいのかなと思ったんですよ。で、私はもうすぐ47になって、で、初めてね、男の子が来月生まれるんですよ。初めての子供です。私結婚が遅かったんで、で、男の子が生まれた時に父親としてどんなね、変な親父を見せていけるかなとか、なんかね、憧れを手に入れた大人ってものをちょっと見せていきたいなと。で、私は甲子園に行ったりとか、なんかのね、スポーツ大会でインターハイ行ったりとか、成績優秀者ってものにならなかったんで、そういう意味では学業とかスポーツみたいな、本当真っ当な道で憧れの大人ではないんですよ。まあ真っ当な道って言ったらね、なんか変ですけどね。でもその代わり、多くの方が、自分にはあんまり遠い世界だよなとか、関係ないよねとか、雲の上だよねって思ってる、なんかよくわかんない世界ね、そのアメ車とか、すごく非日常のもので、何か自分のね、表現ができて、それを持って、子供に背中を見せることができるんだったら、ちょっと無理してもいいかなと思うようになってきたんですよね。そういうふうに思って土地を見てみると、私は最初自分の土地を買ってガレージを作るってことを考えてたんで、やっぱ資金的にものすごくハードルがあるなとか、で、図面をどうやって引こうかな、誰に頼むのかなっていうふうに思ってたんですけども、賃貸ってもの、倉庫とか工場跡の賃貸ってものに発想を移してみた時にね、結構あるんじゃないかなと思ったんですよ。で、いくつかこれそれっぽいところ見に行ったんですけども、まあまあ、なんとかならないでもないかなと思うところを、やっぱ田舎なんでね、私が住んでるところ、なんとか見つけることができたんですよね。まあ、こういうふうにちょっと一歩前へ進んでみる気持ちがあったら、確かにね、なんか無理じゃないものに出会えるんだろうなと思うんですよ。で、自分の落ち着く先ってものがあるんじゃないかなと思ったんですよね。
まあガレージを所有するなんて、例えば賃貸でも20万とか30万かかるだったら無理ですけども、いやいや案外ね、10万円以下の物件とか5万円前後のものってなくはないんですよね。だからそう考えてみたら、僕はとりあえず車があると、車の先に燃えるものがあると、じゃあこの燃えるものに対して自分はどこまでね正直になれるのかなっていうことを考えたら、ちょっと挑戦してみようかなと思いましたね。でジミーさん今日ね、あの動画を見させてもらって、ジミーさんが自分の表現するものでなんか影響を受けて、なんか動き出す人がいるっていうのは嬉しいなっていうね気持ち、本当よくわかります。私もね、あのジミーさんの動画に答えたような気がしたんですよ。あれはジミーさんがガレージライフすごいよっていう時に憧れて、じゃあ僕もやってみたいんですっていうふうに自分がね思えたのは、ジミーさんのファンでもあるし、ガレージのファンでもあるし、そしてね自分自身の人生の、あ、僕はファンなんだなと思ってね、よく分かんない感情になりました。で、動画を見た後ね、本当にすぐにこうやって、こうアンサー動画をね撮りたくなっちゃって、こんなみっともない姿ですけどもお送りしております。見てください、私の部屋、もうすぐ生まれる子供のためにあのベビーベッドをね入れたんですよ。で私が怪我しちゃったんで組めないんですけども、まあそれでもね脱臼なんで、まあ 2,3 日したらねだいぶ落ち着くと思いますから、しっかりと組んでいこうかと思います。でこれからのね、人生、家族と一緒に過ごす人生っていうのの中に、まあ、トランザムっていう車があったりガレージってものがあることを考えるとワクワクしちゃうなと思いますよね。やっぱり男の子ってこのワクワクによって、この憧れから来るワクワクによって、あのファンタジーをね、リアリティある現実にできるんじゃないかなと思うんですよ。それこそが、まあ私のね自分自身の人生にまっすぐ生きることなのかなとか思っちゃいました。まあ本当にね、どこまでできるか分かりませんけども、本当繰り返しになりますけども、たった一日でも夢の、であの実現ができるんだったら挑戦する意味あるかなと思っております。ではこれからもよろしくお願いします。